爆破解体により建物が崩れ落ちる瞬間。爆破解体とは、大型の建築物をダイナマイトなどの爆薬を用いて爆破し、解体すること。葉っぱ解体とも呼ばれる。これらの思考は、英語では爆発を意味するエクスプロージョンではなく、爆縮を意味するインプロージョンが当てられる。これは爆発物が外部に向かって対象物を吹き飛ばすのに対して、 爆破解体では、コントロールされた最小限の爆発や、あるいは、作薬の燃焼に伴う高熱や指向性のある、爆号で切断する、爆雪で、建物の構造を破壊、敷地の内側に、構造の自重によって倒れ込み折りたたまれるようにして、倒壊させるためである。爆破解体の行われる理由は、大型建築物を安価で容易に、 また人件費をかけずに短期間で解体できるためである。その反面、構造を無視したむやみな爆破は、建物の破片が周囲に飛散したり予想外の方向に倒れ込んだりといった危険を伴うため、あらかじめ建物の構造を図面と実物の双方で調査し、緻密に計算された最低限の爆薬を適切な場所に設置し葉っぱをかけ、 建築物自身の均衡を崩し強大な重量で自壊するのは投資するような形で取り行う。爆破解体は建物の崩れ落ちる様子に迫力があるため当日には大勢の見物人が集まることも多い。日本国内では簡単には行えないことから馴染みはないが1980年代に三田工業やスバルレオーネのテレビ CM 中で アメリカでのビル爆破解体の瞬間が放映されたことで一気に注目を浴びた。煙突の爆破解体の連続写真爆破解体により崩れ落ちる建物。周辺に瓦礫が飛散するのを防ぐため、建物が内側に崩壊するように爆破されることが多い。爆破解体では建物構造の倒壊で上部構造が下部構造を押し潰して破壊が連鎖的に進行するように、 綿密に計算された爆発を発生させる。このため確実で誤差のできるだけ少ない方法が取られ、電気的な着火を行うための電気雷管を使用し、爆発物を計画的に設置する。この爆破手順は一種の C 検査に入力された手順に沿って進行し、試行方法によっては、すべての雷管を同時に起爆するのではなく、ある程度の間を置いて起爆させることもある。 この場合、すでに崩れた部分が、先の爆発で強度の低下した部分に落ち込むようになっており、また部分的に原型のまま崩落させ、開花構造を打ち抜くための土として利用する場合も、ある。過去の失敗例では、予期しない経路の爆薬が先に発火、その先の爆薬が起爆用ケーブルの破損によって、不発となるなどして、部分的に構造が残ってしまったという事例が見られる。 この思考の際には、いくつかの性質の違う爆薬や加工品が用いられ、指向性のあるものや、鉄骨や鉄筋を爆雪するもの、またフロアの床面を抜いて、崩落を助けるものなどの工夫が見られる。同技術の初期の頃には、単純に基部構造を葉っぱで吹き飛ばし、倒れるに任せるという現在から見れば乱暴、極まりない方法が行われていたが、 予期せぬ方向に倒れた煙突の爆破では、倒れた際に飛び散った破片などで見物人に死傷者が出た事例もあり、次第にできるだけ垂直方向に崩れ落ちるように変化していった。現在では過去の破壊データの蓄積にもより、柱の倒れる方向や建物全体の崩れ落ちる方向もコントロールすることまで可能になっている。爆破解体では、 予定された方向への倒壊を促すため、葉っぱの事前に鉄筋や鉄骨を切断しておくなどの準備作業を行い、ついで爆薬をセットするための穴をコンクリート構造に穿つ作業が行われる。この際、水平方向にコンクリートを爆砕しても、残った構造の上に上の構造が乗ってしまう場合もあるため、上構造をずらせて滑り込ませるために角度をつけて破砕し、 上の重量が集中する柱構造が下の構造に乗らずにより強度の低い床面などを直撃するようにといった工夫が見られる。日本では火薬の取り扱いや関連する法規制が厳しい上に特に都市部では建物同士が隣接しているため破壊時に飛び散る破片や埃の問題、さらには地震国である日本の強固な建物に対応するための 火薬量調整の難しさもあり、橋梁の撤去作業など人里離れた場所以外では実施されるケースは少ない。そのため、ビル解体では建物内に搬入した建設機械で上から削り取るように解体する方法や爆破解体の代替技術として時間をかけてゆっくり膨張する静的破砕剤が利用される。後者は計算された破壊を行うという観点からは、 爆破解体に通じる技術体系となっている。日本で爆破解体が試みられた例として、1985年に茨城県筑波郡や田部町などで開催された国際科学技術博覧会の国際連合平和館が挙げられる。ワイヤー補強コンクリートによるドーム状建造物という得意な工法だった銅館を従来の重機や鉄球破壊といった工法で解体すると、 ワイヤーがバネとなって跳ねる恐れがあり危険であることから爆破解体の広法が取られた。爆破の設計、思考管理は米 CDI 社が言った。ドーム状建物であるため、先に基部を破壊、後に大きく残ったドーム部分を破壊する方法を取った。昨日からエクサイドビル爆破解体の様子見本で、ビル解体に爆破解体を行った例としては、 滋賀県大津市の岡町の琵琶湖湖畔に立っていた木の岡レイクサイドビルの解体工事がある。このビルは大阪万博来場客を当て込んだ鹿児島県の業者が観光ホテルとして1968年に着工したものだったが、後に資金難から工事が中断し、そのままとなっていたものである。暴走族の溜まり場になっているなどの苦情が出ており、 早期に解体を望む声はあったものの解体費用がネックとなり20年以上ものざらしにされていたものだった。後にある業者がこの敷地を買い取りビルを解体しその跡地にリゾート施設を新たに建設する計画を立てたがビル解体についてはコスト面からダイナマイトによる爆破解体を選択し実行したのだった。だがその会社では当時社内に 火薬類取扱法安責任者資格を持つ者がいなかったため、全社を挙げて資格取得に臨んだものの、資格試験に合格したのは当時入社数年程度の事務の女子社員2名のみであったという。ビル爆破の当日は、最寄り駅である JR 江山駅周辺を中心に大賑わいとなり、現地にはその瞬間を見ようと4万人以上もの監修が訪れたほか、 ヘリコプターが多数飛び交うなど、マスコミも退去を押し寄せた。そして帝国より1分遅れの13時1分にスイッチが入れられ、ビルは葉っぱ解体されたものの、上から雪崩のように崩れたわけではなく、主に横倒しになっただけであった。これは実際は法規制の問題などもあり、少量の解約でビルを倒壊できるよう、美ワ湖側に横倒しする方法を選んだものであった。 ちなみに、爆破解体計画が持ち上がった当初は、周辺住民からの反対運動もあったため、業者がわざわざ、オーストラリアに住民を招待し、実際の解体現場を見せるなどして、説得に当たったというエピソードもある。その後、バブル崩壊もあり解体された土地には、リゾート施設は建てられず、瓦礫の山のまま、野ざらしとなっていたが、2001年に跡地を含む土地を、 滋賀県が購入し、比叡辻林水公園として整備、木のおビオトップとして自然環境の保護に努めている。なお、現在跡地にはソーラーパネル群が並べられている。日本国内では常日の通り法規制が厳しいことなどもあり、これ以降に実施されたケースは少ない。建造物の爆破は1981年、北海道苫小牧市で、 九陸軍が建造した統治化除去の補助、1988年建物解体撤去の効率化実験を、長崎県西園議郡高島町郡関東の旧大港住宅解体で実施、日本の建築基準ではさらに問題点が指摘された。以後、岩手県釜石市の航路爆破解体、福岡県大牟田市の石炭施設爆破解体、及び2013年から2016年にかけて、 行われた、荒瀬ダム門中爆破解体、2020年11月18日に、行われた新川尻橋の爆破解体といった事例がある。一方、アンテナ等とその施設では、ロラン広報システムのアンテナ解体の際に爆破が行われた。戦前の例では1923年、関東大震災で被災した東京府東京市、浅草区雲閣の解体の際に、 陸軍赤羽工兵隊による爆破解体が行われ、一部倒壊した両運閣の外壁や内側にダイナマイトを打ち込んで爆破した。しかし、設置にミスがあり一部が残った状態となったため、後に再度爆破され、解体が完了した。両運閣の瓦礫の山には、東京のシンボルであった両運閣を忍ぶ人々が登ったという。エキスポ85パビリオン爆破解体。 加工通信デモリーショントピックス爆破時の画像は、京都新聞社のウェブサイトなどで見ることができる。死がレガシー、平成4年5月幽霊ビル爆破解体、関西ブログ、ホテル計画頓挫で、幽霊ビル爆破解体ビワコガンの廃墟跡、生物住み着く。毎度がニュース。京都新聞。 https://maidonanews.jp a r t i c l e 127991282019年10月21日閲覧。比栄辻林水公園、大津市。 h t t p s w w w c i t y a t s l g j p m a n a b i s h i s e t s u /.a 中スラッシュ公演スラッシュ1387954765337 /.html 2019年10月21日閲覧昨日カビオトープって何滋賀県。 2019年10月21日閲覧。初のダム撤去向け、門中爆破熊本県の荒瀬ダム。共同通信社。https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュオッチ、v h h l b l j 5倍ハット。2 0 1 6年、熊本県へ、荒瀬ダム撤去で最後の門中を、葉っぱ荒瀬で加盟取る、熊本日日新聞。 https://www.youtube.com スラッシュをッチ v コール印シンズへ新川尻橋の撤去が行われました。公益財団法人東京トイレ協会。折れた両運閣を爆破。復興記念館データベース。2019年10月21日閲覧。NHK スペシャルカラーで蘇る東京府市長都市の100年。 ありがとうございます。